ちょっと最初ね、そのまま食べてみてください。これのまま食っていい？はい、何もつけずに。本当あの高宮さんの。なんですか？一回出したけど美味しかった。ちょっと俺もじゃあ一個もらおう。あ、すごい。ちょうど一個もらおう。うまっ。なんか新しいコンビニにこの細長い袋で並んでてもいいぐらい。袋、ほんとね、あのもらった醤油もらってはないわ。醤油。あの高宮さんのあれもらったよ。もらったか、うん、もらった醤油で、それだけうまい。で、ほんとなんか調べたら、うん、ん？干す前に、なんか塩分、その塩水につけて干すって書いてあったけど、うん、もうその醤油自体が多分塩分、濃いからつけずに干してみたら、うまい。これビールだな。あ、うまっ。これさうまっ。確かに酒好きにはたまらない、うん、これはね、やばいね。酒好きの畑くんに鑑定してもらおうかな。あったー畑くん。ヌネオくんが反応した。あ、マヨも合うんだ。ちょっとさ、酒好きの畑くんがちょっと食べてみて。つまる食べみて。なんで一味つけんと。ん、いや違う、なんでもない、うん、スルメ一夜干しホタルイカのお気づけ一夜干し。あ、飲もうぜ。うわ飲もうぜ、これ。あ、今晩飲みに行きますか、皆さん。飲めるぜ、これ。違います？俺酒飲めないけど。内臓がちょっと残っとんのが良いですね。うん、そうそう。これ2日間みっちりした。ドロってくるやん。かんめぇ。うめぇ、これ。もう一個ほら。これ一味しの、一味マヨネーズがいいのか。で、なんか味がギュってなっと。うん。うまかー。うまい。酒飲めた。酒飲めた。ねぇ、やばいね。いや、ホタルイカはもう、なんしてもうまい。うん。以上、今日のサブチャンネルでした。富山の神秘、はい、富山の神秘はね、めっちゃうまい、うん。